はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、やっていきましょうということで、今度は今日は窒素ですね。はい、窒素、まあ、性質だけです。まあ、どのように発生するかっていうことに関しては詳しくはやりません。はい、中学の理科で扱うレベルを超えています。はい、ということなんで、窒素ということで性質ということなんで、まあ、私は本当は窒素がね一番大事だと思っている派閥なんですけど、はい、まあ、性質っていうのは1個だけですね。空気中の体積で約 78% 含まれると。まあ、なんかよくわかんないけどいるなみたいな感じですね。はい、78% 含まれるということになります。で、まあ、安定的な気体なので普通の温度では他の物質反応しにくいという感じなんです。まあ、だから食料の保存とか、まあ、いろんなものを保存したりとか、そういうんで要するに、まあ、いろんなもので使われますよということですね。はい、よろしいでしょうか。ということで、まあ、窒素で覚えておくのはこの上の部分だけです。空気中の体積で約 78% 含まれてますよということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。